こんにちは、サガレポートです。今回は出場時間ランキングで振り返るサガントスボリューム2ということでお送りさせていただきます。前回、ボリューム1ランキング32位から18位ということでですね、ランキング発表しながら選手ここのですね2022年の活躍を振り返ってみました。今回も同様にボリューム2ではランキング17位から1位のですね選手を見ていきながらですね2022年を振り返っていきたいというふうに思っております。それでは早速見ていきましょう。はい、それでは11位から17位の表はこちらとなります。まずは小野選手ですね。年間を通じて大きな怪我なく、まあシーズン通してですね、試合に出れたので、それが一番良かったかなと思います。まあ夏場ちょっとね、離脱しましたが、後半もですね、シーズン終盤も出場を果たしてくれました。まあ小野選手が一番良かったのは、ゼロトップですね。トスの、まあ宮代選手が復帰する前に、まあトスが、まあゼロトップ気味に、フォワードにボールを収めて、ゲーム移行できる人間を置くというところをですね、模索して、でそれを、実現できたというところがですね大きかったかなと思います。スタイルの確立ですね。あとはですねやっぱ大人になった小野選手がですね、まあ、チームの中で、かなりですねいい影響を与えるなっていうのは、外から見てもですね、伺います。あと長沼選手と飯野選手ですね。飯野選手は、途中で神戸に移籍したんですが、まあ、全体の中で11位と、出場した試合は全部先発ですね。長沼選手も移籍してから全ての試合先発で出ております。まあ加谷監督のですね、信頼も非常に厚いなというのを感じます。長沼選手移籍してからですね、特にあの右サイドからの攻撃ですね、まあ、得点能力はかなりアップしたと思ってまして、しかも3バックでも4バックでもどちらの試合でも使われていると、まあハーフになったり右サイドバックの試合もありました。まあ、そういったところがですね、まあ、トスのですね、攻撃の、今シーズンのポイントになるのかなというふうには思います。あとは中野選手、深夜はですね、まあ、思ったより出場時間伸びなかったんですが、まあ、開幕からですねあんまりですねもう途中交代からちょこちょこ出場するぐらいで機会を与えられなかったんですが、23節ぐらいからですねぐっと伸びております。まあ、これはですねシステムが4バックに変更して、まあ、左サイドバックで先発出場が多く与えられたと。まあ、4バックの場合はですね、深夜が、一番手であるというところなんですが、まあ、3バックのストッパーとして見たときはですね、まあ、加谷監督、まあ、チームからすれば、まだまだですね、信頼を得られてないと。まあ、そこにジエゴがいたというのもありますね。そういったところもあって、このような出場、時間となっております。あと、菊池選手ですかね。菊池選手も、大卒の中では一番、開幕でもスタメンで、ね、出ましたし、かなりですね、信頼も厚かったかなというふうに思います。まあ序盤戦ではですね、このまま大活躍を続けていたら、名古屋グランパスさんにまた狙われるんじゃないかというですね、思いもあったんですが、まあ、的確なポジショニング、あと気の利いたですね、カバー、スペースエリア、スペースのケア、そういったところあったんですが、まあ、よりですね攻撃面でゴールとかアシストとかそういったところに直結するのがですね、まあ、ちょっとね残念ながらね持ってなかった、チャンスはあったんですけれどもですね、決めきれなかったというところがですね、今シーズンの課題かなというふうに思います。そこにですね、まあ、10ゴール近く、ないしは10アシスト近くまでいったらですね、来年は、名古屋グランパスさんへの道というのが開けてきますので、まあそうなるようにですね、もう個人のキャリアのステップアップというですね、そういったところもですね、加谷監督、言われてありましたし、まあ個人の、もうもちろんトスでですね、戦ってくれる方がありがたいんですが、まあ個人のですね、技術、スキル、伸ばしていってほしいなというふうに思います。あと、柿田選手はですね、柿田選手もですね、序盤はかなりですね、チャンスを与えられたんですが、まあ、チームの中の戦術の変更もありましたし、まあ、思うようにゴール数が伸びなかったというところもあって、徐々にですね、出場機会を減らしていきましたというところで、全体の中では重要かなと思います。最後、堀米選手ですね。堀米選手結構サプライズで、移籍もですね、結構最後の方だったんですが、まあ、左足というですね、かなりですね、武器持っておりますので、そちらの方で、コンスタントに試合出ていたかなというふうには思います。ただですね、チームの中心、にはなれなかったなと、彼から繰り広げられる攻撃、彼がいたからこそっていうところのですね、チームでは確立できなかったなというふうに思うんで、まあ、今シーズンですね、彼がどのような立場で試合をするのかと、試合に臨むのかというのは非常に楽しみかなというふうに思います。はい、続いて、4位から10位の、ランキングはこのようになっております。まあ、宮代とフーチですね、
彼らは、春先ですね、開幕の頃は怪我などで出遅れて、あまり試合のですね、出場機会なかったんですが、まあ夏ぐらいからですね、コンスタントに試合に出るようになりました。で、宮代は特に、トスのですね、まあトップでゲーム作ったり、ボール受けたり、まあもちろんゴールをですね、取るっていう仕事もあるんですが、まあクロスがボン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 上がってくる形では、なかったので、まあ宮代ちょうどハマったかなというふうに思いますね。で、そこにですね、まあセカンドトップの、そうなってくるとセカンドトップの、得点力、ゴールというのが大事になってくるんですが、フーチがですね、うまくですね、シャドウの役割を果たしてゴールを決めたかなと。ただ5ゴールですからね、もっとですね、欲しかったですね。チャンスはかなりあったんで、まあ今シーズンはですね、そのあたりのところがしっかり取れるようになるとですね、確実にレギュラーが取れるんじゃないかなというふうに思います。まあ宮代はですね、ちょっと川崎に戻ってしまったんで、彼の代わりを務める選手が出てくるのかっていうのと、まあ今シーズン、昨シーズンと同じ戦いをするとは限らないからですね、また、そのあたりですね、フォワード、どういった特性のタイプをですね、当てはめるかっていうのはですね、今シーズンの楽しみでもあるのかなというふうに思います。多少、まあグラフ見てわかるように、シーズンのですね、序盤の方は、まあファン速攻の怪我というところもありまして、出場機会が与えられて、そこからですね、田代が、うまくですね、センターバックの、3人の中央でですね、タクトを握っておりました。まあこれがですね、またですね、システムが4バックに変更したというのもありまして、まあセンターバックのですね、枠が一つ減ったというところと、まあファン速攻の怪我からの復帰などなどありまして、まあちょっと4バック向きの選手、ではなかったのか、それかまあですね、レギュラー争いの中では、3番手、4番手に甘んじてしまったのかというところで、中盤戦はですね、出場機会を減らすことになってしまいました。まあ、とはいえですね、やっぱ高さとメンタルというのはですね、かなり武器でもありますので、今シーズンもですね、まあ、3バック採用するならば、かなりですね、出場を期待できる選手であるので、まあ、システムに左右されるところはあるんですけれども、ぜひ今シーズンもですね、頑張ってほしいかなというふうに思います。原田、彼もですね、島川さんの怪我により、出場機会を得られました。当然ですね、まあ、J3 時代から、その実力はですね、認められて突入来たというところもありますし、実際ですね、試合の中でも足元うまいですし、まあ、ビルドアップ能力もありますし、まあ、当然走力もあるというところなんですが、若干ですね、やっぱりね、うっかりぽっかりのですね、ミスが、目立ちました。で、そういったところはですね、なんか、サガン鳥栖のセンターバックらしいなっていうのはですね、非常にですね、感じます。ああいううっかりぽっかりでハラハラするシーンっていうのはですね、まあ古き良きサポーターよく見たと思うんですけれども、まあ J1 レベルになってくるとですね、それがですね、まあ失点まで繋がってしまうというところがですね、やっぱ怖いなというところですね。原田ですね、まあ昨年そういったところですね、しっかり学んだでしょう。J3 では許されたことが、まあ J1 で許されない。そういったところも含めてですね、まあ経験も積みましたし、さらなる技術の向上というところはですね、得られたんで、今シーズン結構ですね、楽しみな選手なのかなというふうに思います。ファン速攻、まあ言うまでもなくというところで、言うまでもなくというかですね、来た当初はですね、そんなにですね、大きく、ファン速攻が来てくれたみたいな感じでは、なかったかと思います。まあ一部の人はですね、ファンとか、知ってる方はですね、そういった感じの方もいたんですが、若干ですね、もうピーク、近くまで来てるかな、ピークちょっと過ぎたあたりかなというイメージはあったんですが、ところがどっこい、得点能力もありますしね、突のですね、戦術もしっかりハマって、まあ、両足使えるっていうのが大きいですね。右足でも左足でも、縦に差し込めるパス出せる、運べる。まあ、そういったところはですね、突の戦術にもうまくマッチしましたし、まあ、ファンストコ自身も清水はサイドバックとかしてましたけれども、まあ、彼はやっぱセンターバックのところですね、まあ、ストッパーの位置というところはですね、かなり向いてるなというところもありました。今シーズンもですね、残ってくれたんで、ぜひぜひですね、躍進に、力をまた、いただきたいと思います。岩崎ですね、意外とですね、フルタイム出場数が少なくて、そんな出場時間が伸びてないって言ったらもう5位なんですけれども、もっともっとですね、鉄人みたいな感じでですね、オールタイム出場してるようなイメージだったんですが、まあそんなにですね、フルタイム出場もなく、といったところですね。まあ、前半戦はですね、まあ、走って死ぬ役割で、まあ、後半は日本代表に行ってですね、まあ、少し得点の意識とかも変わって、で、いきなりですね、清水戦でミドルシュートを決めて、カットインからのゴールでしたっけね、そういったところで変わったぜ、これから後半は岩崎の時代かって思わせるところあったんですが、まあ、またなんか元の岩崎に戻ってしまった感がありましたので、まあ、とはいえですね、まあ、彼の走力であったり、まあ、走って死ぬところですね、もちろん空中戦も強いですし、まあ、もしかしたらですね、フォワードにまた戻るかもしれないと
サイドの選手ではなくてですね、まあ、そういったところもあるんで、今シーズン彼がですねどこのポジションで出るのかっていうのもですね一つのまた戦術のバロメーターになるかと思うので、いろいろとですね、賑わしてくれる選手なので楽しみに終わりますんで、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。で、小泉選手、移籍してしまいましたが、まあ、彼もですねかなりですね潰す、ボランチとして、かなりですね活躍してくれました。まあ、小泉がいたところを、まあ、小泉に似たような選手を置くのか、それともですね、まあ、そこの中央のところの攻撃を強化するために、まあ、福田の相方を、もっとパスの出せる選手にするのか、そういったところですね、今シーズンの楽しみでもあるかなというふうに思います。小泉選手もですね、チームの中での役割としてすごくハマったんですが、じゃあ、FC 東京でハマるかっていうところがですね、またですね、それはそれでちょっと楽しみでもありますので、小泉選手のですね移籍先での動向もですねぜひですね、見てみたいなというふうに思います。なぜこういうことを言うかというと、山下啓太くんが全く活躍ができなかったというところがあるので、まあ、トスで活躍っていうのと、まあ、銭湯もちょっとそうかもしれないですけれども、どういった役割を与えるかっていうのはですねやっぱ大事になってくるんで、その役割をですね、まあ、特に特徴のある選手、ストロングのある選手っていうのはよりそういった傾向があるので、ぜひ、まあ、ですね、そういったどういった使われ方をするのかというところでね見てみたいなというふうに思います。あと4位から10位見て思ったんですが、宮代と風地のですね、フルタイム出場数が少ないというところで、これはやっぱね交代が5人になったというところもありますし、まあ、トスの全体に言えるんですけれども、前線の選手って結構割とですね選手交代結構頻繁に行われるんで、攻撃の構築のところはですねやっぱり目先を変えてというところはあるかなというふうに思います。右と左のですね選手のポジションを入れ替えるところもありましたので、そういったところですね、加谷監督の工夫とか夢もあるかなと思います。逆にやっぱ後ろの方の選手っていうのはですね、当然なんですけれども、出場したらある程度フルタイム使用するというところで、まあ、体力とかですねそういったところも求められると思うんで、まあ、今シーズンですねしっかりとキャンプトレーニング積んで頑張ってほしいなというふうに思います。はい、2022年のサガン鳥栖出場時間ランキングベスト3はこちらの面々となっておりますというところで、福田選手ですね、昨シーズン鳥栖に戻ってきてくれました。以前鳥栖にいた時は、マシモ時代だったですかね、特に、使われていて、サイドの起用が多かったですね。マシモがやっぱりちょっと守備的なところというところありますんで、福田の走力ですね、4バックから5バックに変化するところとか、前に出ていくスピードとか、そういったところがですね福田選手サイドで使われたんですが、最後の個の質で突破してクロスとかですね、カットインしてから攻撃に変化を加えるとか、そういったところですね、そんなにストロングポイントではなかったので、どっちかというと守備の人、サイドの守備の人みたいな感じだったんですが、今シーズンはですね、昨シーズンは中央のところでですね、もともと彼がいたポジションでですね、彼の適材適所というか、そういったですねポジショニング、カバーリング、ボール受けるところ、さばくところ、非常にですね力発揮してくれたかなというふうに思います。福田選手はやっぱ中央の選手かなというふうにも私も思ってもらすんで、今シーズンもですねそういったところ継続してですね昨シーズンのからの積み上げ、彼もですねちょっとケアレスミス、ありますので、そういうところがですね少しでもなくなるようにですね頑張ってほしいなというふうに思います。2位ジェイゴ選手、彼がですね結構なサプライズだったかと思いますね。ストッパーの1位に入ったんですが、そこからですね上がっていって、トスの攻撃のですね重要なポイントである、カオスというところですね、ポジションを変えて、列を上げて相手の守備ラインに混乱を与えると、相手に考えさせるですね、なぜそこにジェイゴというところでですねかなり、活躍できたかなというふうに思います。クロスのところもありましたし、ロングスローもありますし、当然ですね、そういったところのオーバーラップからの仕掛けというところもありました。柏レイソルに移籍してですね、報道では守備面強化というのがあったんですが、そうじゃないだろうとは思うんですけれども、彼もですね、年俸おそらくかなり上がったでしょうからですね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、それでは堂々の1位はパギさんというところで、フルタイム出場しております。おととしのですね2021年度もフルタイム出場だったので、これで2年連続フルタイム出場というところになっておりますが、フルタイム出場何がすごいって、退場もないですし、累積の警告もないというところですね。なんかパギさんのプレースタイル的にですね、結構ですね飛び出していって退場ピンチな退場だろうっていうですね
ジャッジリプレイに出たことはあったんですけれども、そこもですね、なんとか警告で収まってというところで、フルタイム出場を果たしております。まあ出場するというところはですね、やっぱりキーパーがドンと構えておくというのは大事なので、非常にいいかなというふうに思います。で、まあビルドアップ面ですね、パギさんといえばやっぱ足元キック精度というところで、そういったところをクローズアップされるんですが、まあ、1対1でのですね、守備の局面でもう絶対絶命のピンチをですね、素晴らしいセービングで止めたみたいなのもですね、何度もシーンありましたので、やっぱ攻撃面守備面ですね、両方とも、まあ一つの、正ゴールキーパーにふさわしいというふうな感じにはね思います。ただパギさんもですね、やっぱり一つ年齢を重ねますので、そこでですね、まあ、体力面の衰え、反射神経の衰え、そういったところがですね、どういった風に出るかというところがあるので、まあ今シーズンもフルタイム出場できればですね、パギさんの能力に衰えはないというところで、まあそれはそれで一つ安心ですし、まあ新しいキーパーのですね、台頭もですね、してほしいなというふうに思います。ちょっとその中で陽性がいないというのがですね、非常に残念ではあるんですけれども、まあこれはですね、まあチームの判断なので仕方がないというところであるかなというふうに思います。はい、以上はですね、2022年度サガン鳥栖出場時間ランキングとそれぞれの選手の振り返りを行いました。昨シーズンですね、サガン鳥栖は川井監督を迎えて、このメンバーで戦ったんですが、今シーズンですね、割とですね、多くの選手が残ってもらっていますので、まあ、戦術のですね、底上げ、そういったのが果たしたり、まあ、新しいメンバーがですね、うまくハマってくれればですね、昨年以上の成績が期待できるんじゃないかというふうに思います。もう一つですね、昨シーズン選手がどういった場面でですね、使われたのかとか、まあ、システムとかですね、で、まあ、勝ちゲームで、どれだけ貢献したのかとか、そういったですね、ちょっと軽い分析みたいなことをですね、やってみたいと思いますので、まあ、次回はそういったところをお送りしたいなというふうに思っております。それでは、サガレポート、今回は以上となります。聞いていただいてありがとうございました。